速稼塾の久保です。 FX の追加放送になります。午前10時ですけども、朝ね、5時半ぐらいですか、相場解説をお送りしましたけども、今日はまあ私の目論見通りになりましたね。本来でしたらセルの方で攻めるべきなんですけども、今日はあえてバイの方でですね、このネックラインを超えたらこのネックラインまで行くんではないかなということで解説を申し上げました。その通りになりまして、きちんと利確ができました。まあ少しですけどね。それでは画面切り替えます。はい、こちらの方ですね。まず一つ目のネックラインなんですけども、こちらです。このヒゲ先から実体までをぐーっと横に伸ばして、これを超えたらエントリーということだったですね。でもう一つのネックラインはこのヒゲ先からここ、要するにここに来たらエグジットするということで、ここの間だけね取れるわけなんですけども、まあまあまあと取れたなっていうところですね。この後はここを越えていってさらに大きなバイが出るかどうかっていうところですけども、まあ移動平均線を見るとね、なんとなく狙えるんじゃないかなと思ってるところです。ということで本日はしっかりと取れましたね。ありがとうございます。ではまた続きをお送りします。